俺たち YSCC。 あらーなりました。さあ、それでは本日の企画なんですけど、視力をかけた休日企画をちょっとやっていただこうかなと思ってます。テオボーイ、やるテオボーイ一番得意だ。特殊感も俺ら強いですよ。さすがの特殊ボーイ、特殊ボーイ。この中で一番その賢いなっていうか計算高いのは、いや、俺もクモやってましたよ。81×25 は一桁でしかやってないですよ。クマですもんね。そう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 。問題文答える前に、はい、座りながらリフティングを10回やってもらって、終わったら苦手そう。問題です。音木といえば大きなイオンがありますが、イオンは2010年頃までは J から始まる別名、何という名前だったでしょうか。ジャスコ。よっしゃー、立ち上がってきた。ジャスコあったな、1回戦敗退だ。いや、まあ正直、まあ、当然と言いますか、まあ、勝つべくして勝ったっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ですか。負けられないっすね、はい、負けられない戦い。ドリブルで向かってきて、途中でマルセイユルーレットを2回止まってこっち行きます。問題。アバ君は海外に移籍して1年目が年俸4億円でした。翌シーズンは活躍が認められ 30% アップしました。さて、いくらになったでしょうか。いやいや、待って待って待って、俺すごい苦手。とりあえず行け、とりあえず行け、早く一斉、とりあえず行っとけ。16億円。増やしてきたぞ、ね、お前さ、いやちょっと、マジパーセントの計算苦手なんですよ。次回は5億2000万円でした。大丈夫ですか、チームで年俸何パーセントアップ、えらい交渉術になりました。 30% アップで16億って言ったら。じゃ問題。昨年の J リーグの得点王は2人いますが、最初にお答えください。誰。マリノスの中川照人とマルコス・ジュニオールです。え、そうね。こっちはマリノス。頑張ってよ。今のはちょっとサッカー系は大丈夫ですね。サッカー系はね、マリノス見てたんで、ちゃんと。ここが一番レベル高い。なるほど。ご出身がそれぞれ。マスラブ、統計戦です。いや、早稲田ですからね。出だけですからね。水鉄砲に邪魔するので、その邪魔されながらリスティングを20回やってもらっていいですか。邪魔される、はい、じゃあちょっと誰か2人。あ、はい、分かってください。邪魔したい。顔。問題。江戸時代に本木の景色を描いた有名な浮世絵画家といえば誰でしょう。本木の景色を描いた有名な浮世絵画家といえば誰でしょう。なんか顔。妻くん、そん
やよっしゃフラッシュ。いやでもわかんねえんだよな、わかんねえんだよな。葛飾北斎。うわすげえ、すげえ、すげえ、待って待って待って。いやなんかこんな問題に出すってことは有名な人なんかな。あ、難しい人出さないと。さすが慶応。あざす。まあ問題ですね。問題です。あと智也とかやってたら分かってましたね。相手が悪かった。そう、恥ずかしいっす。サッカー系の問題もうちょい欲しかったな。ここはちゃんとリスティングポイントかなきゃな。最後なのでお会いする皆さんなら分かる問題にしたんで、逆に苦手。問題、シュタルフ監督の誕生日は。これ答えれなかったらあれですよ、多分ほんまに響く。わぁ、取れんの。あるよ。よっ。8月4日です。あ、やっぱりか。そうだ、8月。はい、誕生日忘れてしまう、本当申し訳ございませんでした。これなしで、これなしにしましょう。これ次の問題いきましょう。問題、 YSCC の正式名称は。ちょっと待って。何ですか。すごい、ちょっとあれじゃない。汚いです。待って、ほら、来た。カルチャークラブ。はい、ありがとうございます。横浜スポーツ&カルチャークラブ。うわー、くそ。ユースせこいわ。ユースせこいわ。おいし歴一番長かったんで、この中で。ありがとうございます。どう考えてもサッカーでしょう。あいつはスポーツなんですよ。汗振っちゃったから危ないと思ったけど。ありがとうございます。ちなみに宮尾さんキャプテンじゃない。宮尾さんの誕生日とか分かるんですか。絶対分かんないです。絶対分かんない。絶対分かんない。もう一度。おー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